はい、どうもこんにちは。今回また逆転裁判1,2,3なるほどセレクションから逆転裁判1をねやっていこうかなと思います。前回は局長室にちょっとお邪魔したんだけど、いやいや入っちゃダメだからみたいな入っちゃダメだからじゃないけど、入ったはいいけどなんかすぐ追い出されたみたいな感じで、どうやったら入れるのかなっていうことを試行錯誤して、敵の前回最後にもらったこの三剣賢治が書いた辞表届を糸の子さんに見せれば、まあ、開けてくれるんじゃないかっていうことでねやっていこうかなと思うわ。最高級和牛の新玉 90g でよろしかったかしら。お京さん、でもお京さんもあれか、敵というよりも味方側か、どっちかっていうと。お京さん、すでに弁当ですらないな。あんたちもよほどの物好きでいらっしゃることですわね。まるでそう、この世で初めて納豆を駆使した殿方のごとく。あの2年前の事件までレンジで温め直すとは。 SL95 事件は関係者すべての名前が登場する事件です。それが申し送りによって完全に終わる日、今回の事件が起こった。偶然とは思えません。私の見たあの光景、よもやお忘れじゃないでしょう。巴さんが正しき捜査官にナイフを突き立てた瞬間、過去の秘密を暴いてもその瞬間は変えることは不可能。ソテーにした新玉は味わって飲み下すしかないんだよ。京さんの巴さんに対する悪意、全てはやはり2年前に始まっているんだ全然お京さんの声届いてないじゃん。2年前のこと調べても仕方ないんだよっていうことを今長々と語ってたのにさ、2年前に始まってるんだ、全然聞いてないじゃん。なるほど。青影城、その名前は今も忘れちゃいないさ。うん。ひどい緊張とプレッシャーの下で あいつを追っていた半年間、今思えばあれほど充実していた日々はなかったね。ひたすら熱く濃く煮詰めたグレービーソースのような毎日。もっとも左衛門京介にとっては、あ、お前もう顔変わってんのやめてよ、顔ずっとキリッとしたままかと思って俺言ってたのに。もっとも左衛門京介にとっては地獄のような日々だったろうが語尾直ってないじゃん。それはやっぱり弟さんの死ですか。左衛門兄弟はそれは仲が良かったからね。直人が死んでからの京介の執念だっけ、見ていて恐ろしかった。そんなあいつを見てあの女もほっておけなかったんだろうさ。あの女、大月巴だよ。お姉ちゃんですか。SL95 事件には最高の捜査班が組まれたものさ。当然その式には伝説のコンビがあった。お姉ちゃんとガンド局長そこで終わんの伝説のコンビを信じていたから厳しい捜査を続けられた。それだけにあの事件の結末はあまりにショックだったね。証拠品の捏造ですか。確かに青影城は報いを受けた、それはいい。でも法廷に提出された証拠は明らかに操作されていた。捜査班の知らない証拠や逆に提出されなかった証拠。でも実際に不正があったという証拠は、この記を見れば何があったか明らかだろうさ。ふん。事件の後、正しきを除いた捜査官たちはその任を解かれた。ほとんど何の説明もなく。そして大月巴は首席検事として検事局に移転したのさ。お姉ちゃん、昔から検事を志望していたから。ことはそう単純じゃないよ。え？大月巴は操られていた。お京はそう睨んでるね。操られていた。ガンド開示に宝月巴。
2年前は首席捜査官と副主任、副主席、警察捜査のトップだった。二人で数々の難事件を解決したんですよね。特にガンとカイジの磁力は異常なほどだったね。磁力？証拠品を引きつける力だよ。彼が扱った事件では不自然なほど意外な証拠が出たものさ。意外な証拠？まさか！その頃からある種の疑惑はあった。誰も口には出せなかったけどね。捏造だろうな、言うまでもなく。あの頃のホズキトモエは捜査官全員の憧れだったよ。はっ、そうだったんですか。このお経もその一人さ、バカみたいだけどね。曲がったことが嫌いで、いつも捜査官のことを考えてくれていた。だからあの事件でも京介のことを気にしてたよ。ザイモンさんを。弟を殺害された苦しみを自分のことのように感じていたね。京介が弟の死に耐えられたのは彼女のおかげだった。ちょっと悔しいけどね。お京さん、だからこそ余計にあの女が許せないのさ。どうしてあんな風に冷たい女に変わっちまったのか。友恵さんが移転したのは2年前だったそうですね。そう、ガンと局長の強力な後押しのおかげでね。局長、 SL95 事件を解決した功績でガンとは警察局のトップに立った。その彼が次に狙う獲物は当然一つしかない。あ、賢治を味方につけるってことか。源氏局さ。はっ、まさかそのために巴さんを。石賢治を抑えれば事実上警察賢治局を動かすこともができる。それがガンとカイジの狙いだったんだろうね。でもなぜお姉ちゃんが局長さんの言いなりに。それはわからないさ。でも彼女が変わったのはあの事件が終わってからだ。そこに何かある。そう考えるべきじゃないかね。どうやらやっとこの事件のポイントが見えてきたような気がするな。ありがとうございます、お京さん。坊や、食材を生かすも殺すも料理の腕次第さ。あんたにこの情報を生かすことができるかしらね。行ってきます。ありがとうございました。あとはあいつの後さばいんだろうな。まだいるか、いつの子。あんたたち、また来たっすか。ケイさんもまだいたんですか。捜査資料150部コピーしてるっす。お茶を入れてコピーして、もうまるっきり OK っす。 OK？ どういうことかな。話の流れから察するにオフィス刑事の略かな。は、そっちか。あんたも何度もご苦労すがダメっすよ、あれだけは。あれ？監督局長室の調査っす。あんたたちを入れてしまったら自分の首が火を吹くっす。局長室は SL95 事件の最後の現場だ。調べないわけにはいかない。何かいい手はありませんか、ケイさんの。任せろ、アカネちゃん。行きましょう。なんすか、このシワシワの紙くずは。これは、まさか、三剣賢治が。どうやら、本気みたいなんです。そこまで追い詰められているとは。責任感が強そうですよね、三剣賢治さん。自分も最初は冷たいだけの男だと思っていたっす。でも今は知っているっす。次賢治が我々刑事を信じてくれていることを。それなのにその信頼を我々警察は裏切ってしまったっすね。刑事さん、貸してくれよ、いとのこさん。分かったっす。自分も腹を決めたっす。え？この ID カード持っていくっす。どう
そんなことしたらあなたが今年3枚目の遺失物届で済む問題じゃないですよ。見ての通り、自分は今捜査から外されているっす。地域検事と一番つながりの強い捜査官だったっすから、事件の決着によってはこの自分も。なんだって。だからせめて最後ぐらいは検事の力になりたいっす。わかりました、お借りします。行ってきますよ、のどこさん。ありがとう、いとのこさん。俺、戦ってくっから。じゃ、行きますよ、なるほどさん。でもあれ、セコム入ってん、セコム。大丈夫か？セコム入ってたらもう失病じゃん。なんかあれしないかな？ついに来ちゃいましたね。こんなところを見つかったら確実に首だね、糸の子刑事が。その時はよろしく頼むっすよ、あんた。キャーおーい。ごめんなさい、死神かと思ったんです。死神にいきなりビンタはどうかと思うっす。糸の子刑事、何ですか急に。いやいや、その、やっぱり自分もその気になって。まあ、もうね、どうせ首になるならお前も来ていいと思うよ、正直。どうせね、貸したってことバレて首になるんだったらね。意味ないじゃないですか、これ。握りつぶした。潰すな、バカ。キャ、そんなことしちゃダメっつ。まあ、確かに、まあまあ、待っててね、なるほどが見つけられないかもしんないからね。とにかく局長室に入るなんて滅多にないっすから。一生懸命捜査したいっす。一生の思い出に。クビになる気満々ですね。さ、自分がついているっす。もう存分やってみるっす。ちょっぴり不安だ。あ、お前話せんの？まあまあ、まあ、とりあえず調べ、いや、話すか先に。あの部屋の反対側にあるデスクはお姉さんの？あ、本当だ。だいぶ景色っていうかあれ違うね、テイストが。そうです、2年前のあの日、私あそこで待ってたはずですから、お姉ちゃん。あの、今は誰か使ってるんですか、あそこ。いや、ガンド局長が一人っすよ。現場保存を徹底する人っすからね、局長殿は。そういうことなのか。いつまでも残しておいて警察局の戒めにする。いつか局長がそう言っていたっす。忘年会のどんちゃん騒ぎの席で。軽いですね。じゃあそこは誰も手を触れていないんですか、あの事件があってから。そうっす、局長と毎朝来る掃除のおばちゃん以外は。なんといっても2年前の事件だ。手がかりが残ってるとも思えないんだけど。一つ確認しておきたいことがあるっす。何ですか？あんたたちここへ来たのはあくまで捜査のためっすよね。SL 救護事件の現場ということで。どうしてそんなことを？まさか、いや、まさかあんたたち、いや、何？いや、やっぱりいいっす。気にしないでほしいっす。あ、そうですか。じゃあもう少し調べてみます。あ、ちょっとあんた、それはあまりっす。え、な、何がですか？気にしないでくれと言われたら余計気になるっす。と、ここはそう答えるべきとこっす。すいません、めんどくさい刑事さんだな。それで何ですか？あんたたちまさか関東局長を疑ってるっすか？え、そうなんですか、なるほどさん。それしかないでしょ。ガンド局長、ついにその名前が出てきたか。僕が彼のことをどう思っているか、今まだ自分の胸にしまっておく方がいいな。結局無視っす。無視できるか、こんな閉鎖空間でさ、問われて。無視できなくない？これ本物ですよね、鎧も武器も。局長は本物を愛する男っすからね。
鎧にパイプオルガン。というか、そもそもこの部屋、みんなの税金を注ぎ込んで作ったわけですよね。ひどい。私もう絶対払えません、税金。払ってないくせに。し、そんなことを言っちゃダメっす。鎧の中に局長が隠れているかもしれないっす。あの体型じゃ無理でしょう。たとえ入っていたとしても一人じゃ出てこられませんよ。あんたたちは局長の意味不明の怖さを知らないっす。でも怪しいけどな。あ、デスク見れるな。さすが局長さん、立派なデスクですね。そういえばさっき、あ、そうか、シールしまったんだよね。このシール一緒じゃん。あれ、証拠品リストと見つるぎのやつと。何を読んでいたのかな。こいつは事件の証拠品のリストっすね。証拠品の、いつもはこの倍ぐらいの大きさがあるっすけど。あ、この事件名のところ。え、 SL95 事件、どうしてこんなところに。はっ、ちょっと待ってください。糸の子刑事、今なんて。え、なんか言ったっすか、自分。証拠品のリスト、いつもは倍の大きさがあるとか。まあまあ、あれだよね、ミツルギが言ってたやつだよね。そうっすよ、よっぽど証拠品が少なかったっすかね。大きさが半分の証拠品リスト。そこと繋がってもなんかあるっけ。なぜこんなところに、もう半分のリスト。あ、なるほどね。単純に量が少ないんじゃなくて、本当は2枚あったんだ。そこに気づくと天才だな、お前。なるほど。そう考えざるを得ないね。これと水着のやつを合体させればいいんだ。ああ、変わってる。職員リストだ。もう半分は三つ力賢治が持ってるんですよね。なぜここにこんなリストがあるのか調べておいた方がいい。了解です。まあ、とりあえず先に見るか。このページだけでも。これって金庫ですよね。金庫、なんと甘く危険な香りのする言葉っすか。そんなことを思うの糸の子刑事ぐらいですよ。どうやら暗証番号を入力するみたいですね、パネルに。あ、お入力できんのかな。なんか脱出ゲームみたいな。いや、心当たりないっす。いや、7桁の数字？ 7 桁だっけ、あれ。7桁だ。絶対 ID じゃん。じゃあやっちゃっていいかな、じゃあ。いや、でもなんかこれ絶対大事だよな。これ絶対この部屋の締めなんだよな。やめとこう。最後にやるわ。絶対この部屋の締めじゃん、こんな。とんでもない証拠がここから出てくるんでしょう、多分。それでみんなびっくりはてなマークでしょう。局長のオレガンは、それは見事なものっす。2階の刑事課にもたまに綺麗な音が聞こえてくるっす。あ、自分で弾くんだ。15階だよな、ここ。刑事がでかいミスをすると局長室に呼ばれて、局長のオルガンを3時間みっちり聞かされるっす。いいじゃないですか、心が現れますよね。その代わり、それから3日耳鳴りがやまず何も聞こえないっす。罰ゲームか。とんでもない体罰だな、お前。局長さんの耳は大丈夫なんですか。確かに。あの方はいつも人の話を聞かないっすから。そういうことじゃないだろう。こっちは、写真見たもん、名前。こういうでっかいガラス窓を見るとパリンとこう突き破って脱出してみたくなるっすね。15階ですよ、ここ。分かってるっす。例えばの話っす。何の例えだよ。せっかく刑事になった以上、やっぱり夢っすね、それは。強行突破ってやつですか。年頃であると。刑事をクビになって、その夢が破れたとき、パリンと行かなきゃいいけど。そ
こと言わない。これ机の位置なんか微妙だな。なんだこの机。椅子もないのにこの机何用なんだ。刑事局へ移動するとき片付けられたんだろう。砂利の棚に小さな写真立てが。あ、これ姉ちゃんと遊園地に行った時の。置いていったんだ。気づいちゃいけないもの気づいちゃったな。ごめんな、あかねちゃん。ともえさんデスクだ。綺麗に片付いている。姉ちゃんすっきりしたのが好きだったから。埃もかぶっていない。今も手入れされているみたいだ。ともえさん今もここへ戻ってきたりするんですか。そんなことはないっす。ただガント怪獣とホオズキともえのコンビは捜査官の伝説っすからね。きっと何らかの形で思い出を残しておきたいっす。それと一緒に事件の記憶も残るわけか。でこれ金と銀だよね。今気づいたけど、なんかね、金っぽいのと銀っぽいのだもんな、これ。右と左で。いいね、その色合い。あの日撮影されたものですね。見たかな。見たな、多分。あ、でもそうか、井戸の子さんが来てから見てないか。ガント局長と一緒に青影の取り調べを行ったっす。まさかその数時間後命を落とすことになるとは思わなかっただろうな、誰も。じゃあ行こうか。数字と、あ、フローリング行ける。バナのマークですね。なんでもケンジがつけられる希少のデザインらしいっす。希少。あんたが襟にぶら下げているそれっす。え、ケンジのバッジがあるんですか。なんでも刑罰の厳しさを表したデザインらしいっすね。確かにチクチクしていたそうですね。でもミスルギはバッジなんかつけていませんよ。ジルケケンジはほらおしゃれさんすから。おしゃれさんならつけなくていいんですか。まあ多めに見てもらってるんじゃないっすかね。どこが刑罰の厳しさだよ。いきますか。まあ、とりあえずじゃああれ見ようか。一応全然見えないじゃん。全然見えないじゃん。ちょっと話が違うよ。何これ。なんだ、リストの裏に落書きが。何ですか、何かありました。なるほどさん、何とも判断しにくいだけど今は秘密にしておこう。いや、何でもないよ。なるほどさん、目が泳いでます。この絵のこと覚えておいた方がいいな。まあ、ぶっちぎり俺と散々散々ザイモン弟がさ、切られる瞬間じゃないけどさ、切られる前の瞬間、ナイフを振りかぶった瞬間見せられてるからさ、もうそれに親近感しかないわ。その絵もまさしくそれでしょ。ただガントさんが指示するのもわけわかんないけどな。そこまでいかない気もするけどな。お、何か心当たりがあるっすか。ぼんやりですけど。あ、あれっす。ちなみに自分の誕生日は。どう頑張っても7桁いかないだろう。お、すげえ。え？お、いいね。やりやすいわ。7、7、7。あ、違う。お、7でいいんじゃん。来た。あ、そうだな、ガントさんしか入れない部屋だからな。別に自分の ID ナンバーでもいいもんな。開いた。どんな番号だったんですか。誰の誕生日だったっすか。777777777。あの ID カードナンバーだよ。え、正体不明の上層部の ID カードの文字にさ。じゃあ777777777の ID ナンバーは。長い1回少ないようですが、どうやらガント局長ナンバーだった。そういうことになりますね。とにかくその金庫
よく調べてみましょうよ。何が入ってんの？怪しさ満点だ。ど結構ハードル上がってるからな。しょうもない証拠あったら俺許さんからな。いくら、一体いくら入ってるっすか？あ、これは、あ、最後のパーツだ。なんだ、割れたお茶碗のかけらっすか。見たことがあるぞ、このかけら。まだ何か入ってますね。手の跡。なんだこれ、革の生地、革の布地みたいだけど。何これ、これって手の跡ですよね。それが噂の約束手形というやつっすか。銀行に持っていくとお金がうなるほど出てくる魔法の札。違います。そんな目で見ないでほしいっす。うすうす分かっていたっす。あの、それだけですか、金庫の中身は。そうだね、もう空っぽだよ。手の跡が残った布切れにお茶碗のかけらすか。あの、その証拠品ですけど、よかったら。局長室の金庫の中身っすよ。簡単にはあげられないっす。今回の事件と関係なかったら、自分の首が火を託す、火を吹くっす。やれやれ、手に入れるには関連性を証明するしかない。え、一個で、ね、いろいろか、いろいろね。革のやつってさ、革のやつがわかんないんだよな。革の布地？あー、指紋調査キットでもいいけどね。とりあえず壺見せるか。じゃあ。糸の子刑事、この壺、もう一度見てもらえますか。なでく見立てたっす。懐かしいっす。思い出にするには早すぎるような。この壺もやはりあの事件の証拠品でしたね。そうっす。かけらの一つに SL95 事件のシールが。ところで、気になりませんか？さっき見つけたあのかけら。金庫に入っていたこれっす。みんな鈍感すぎんだろう、バカ。金庫に入ってたそれです。はっ、バカに気になってきたっす。あんたやってみるっす。じゃあかけらをください。やってみましょう。素人に何ができるか見せてもらうっす。なるほどさん、はい、ノリです。これで壺が完成すれば、ガンと局長は故意に証拠品を隠していたことになる。とにかくやってみよう。いや、そこぐらいやれよ。いい、別にいいって、無理やりそんなやらなくても。いいよ。回転ドルだ。これか。これかな？きた。なんだこのマーク。マークか。ぴったりあった。ということは、ガーンと局長はわざとかけらを金庫にしまっていた。はっ。 SL95 事件の証拠品を隠していたことになるね。そんな、ちょっとあんたたち、これを見るっす。なんですか？今回はめ込んだ破片は明らかに今までとは違うっす。何が？あ、なんか書いてんな。新しく見つけたかけらには赤黒い線が書かれています。赤黒い線、やはり血痕だよな。カラネス、なぜガント局長はこんなものを金庫に。いや、これどうだ、革のやつってさ、指紋検査キットでやればいけるかな。時間がいい感じなんだよな。一回かましてみるか。あ、いける、いける、これいけるやつ、いけそうだったらやめるわ。もしかして取りたいですか、指紋。お願いします、刑事さん。仕方ないっすね、もう。何ですか、その右手は。取っていいっすよ、指紋。革のやつだよ、まあ、俺が知りてえのは。ケイさんの指紋じゃないんですけど。え？じゃないでしょう。
じゃあこれでいけるな。オッケーオッケーオッケー。じゃあここで一旦切るわ。じゃあ、あざした。